どうもピヨキンです。今日もですね、トロールコースやっていきますか。でね、今日もトロールコースやっていくんですけど、以前僕がですね、ライブで10分で作ったコースあるじゃないですか。このね、コメントに一人書き込みがされてまして、ピエンサットっていう方かな。ピヨキングさん、フレンドありがとうございます。マリメを2300時間プレイしている僕のトロールコースをやってみてください。1ヶ月以上かけて作りました。これはですね、やってみたいと思いまして、それじゃあ早速ね、どんなコースなのか見ていきましょう。ちょっと待って、バトルレートもなかなか高いじゃねえか。6600って赤帯だね。ちょっと待って、なんかなんか詰まった。紅茶の麺が詰まった。でね、このコースなんですよ。トロール You can escape this forest。 クリア率めっちゃ低くね。 0.08 しかねえじゃん。で、2334人中の2人しかクリアしてないのこれ。それじゃあ早速やっていこっか。うわ怖え。うわ、どんなんだろうね。これは相当時間かかるかもしんない。1時間以上かかるでしょうね、きっと。初見殺しか、初見殺しなのか。よっしゃ、避けた今。うおそこに来る。いや、絶対避けたと思ったんですけどね。じゃあ、これは右行って、速攻これ叩く感じ。で、右に行く。オッケー、正午には負けません。いや、正午の方が、おい話させろ。ここは、どのタイミングがいいんだろう。一回上のツタ捕まっておく。ここ捕まっておいて、右に行こう。多分これでいいでしょう。待って、ちょっと考えさせてくれって。喉がおかしい。なんか喉がおかしい。なんかね、さっきの紅茶家電で声がおかしくなっちゃった。いや、マジで。なんかおかしくない？なんかね、枯れたみたいな。紅茶家電やべえ。紅茶家電で喉詰まらしてね、声かけて枯れちゃったんですけど。まあ、このままやっていきますか。ちょっと気にしないで。なんか声違うかもしんないけど気にしないで。これはここに寄っておこう。そして、このまま。これ罠やばくね？罠がね、多すぎてやばい。だってこれは、ダブルバブルが来て、避ける。そしてここ開ける。うわ、大丈夫。うわ、これどうすればいいの？あ、オッケーオッケーオッケー。で、左。うーわ、どうしよう。怖え、もう、次に行くのが、これ、バネ登るしかなくね。あ、いや、バネ乗らんでも行けそう。多分ね、ここ、罠バネ。こっちから行く。多分これで合ってる。ちょっと気になるけどね、あれバネ。ちょっと踏んでいい？あ小学5年生にね、負けてたまるかって言うんですよ。僕、お兄ちゃんですよ。あそんじゃ、このバネは乗ったらいけないっていうことは分かったんでね。先に進みます。これ絶対踏んでダメなパターンじゃないの？大丈夫これ？踏むね。踏んで右行きます。あ、いや大丈夫。そしてこれはオンオフをしないで下に行こう。いや大丈夫だね。オンしてみようか。待ってくれって、どうにかなんないのこれ。待って、そして僕の声もどうにかなんないの？それではこれオンオフするね。オンオフして、右に戻れるのかな？あ、いや、これでいいのか。オッケーオッケー。で、ジャンプ。うわ、来た！これ、ファイヤーいらんくせえね。ほら！いや、金魚か。絶対バブルかなんか降ってくると思ったんですけど。ナイス！これ、当たりでしょ。来た！これ絶対怪しいもんね。これは取ったらいけない。多分そう。取ったらいけないと思う。で、このまんま行く。なんで？じゃあこれ一回取っていってみようか。取っていって、このまま当たっていいみたいな。これでいいんじゃない？で、ドア入れない。じゃあこれ普通に行ってみようか。普通に行って、あ、倒した。倒したけど、逆に倒すのが当たりみたいな。やれんだって。え、じゃあこれさ、チビのまま行けってことだよね。チビのまんまこう。オッケー、多分これで次に進めるんじゃない？来た来た。いや、これジャンプしてあと。このドア入ってここにジャンプジャンプジャンプ。待って、わかりましたよ皆さん。バネが落ちてくるってことは、あの鉄球をバネが弾き返すと思うんですよね。なんでドア入った瞬間ずっと左押しっぱで行くね。多分それで次に進めると思う。だからね、このドア入ったらずっと左押しっぱ。オッケー、多分これでいい。ナイス。
さあ行って、おい、まあ、ずっと左押しっぱでいいんだけど、こっから先に行こう、テレサより。あ、ちょっと待ってください。ここね、鉄球弾き返した後、多分あのオンを押せないけんっぽい、多分それで鉄球が弾き返せるみたいな。これ違うのか。じゃ、この鉄球が行って一緒に行って、ここでジャンプ、オッケー。いや、ここはちょっ、ここの鉄球をさらに生かして、ここで待っておく。オッケー、これでいけるでしょ。中間欲しくない？そろそろ。うわ、なんこれ、めっちゃ怖いんだけど。10コイン取っておく。いや、意味ねえ。うわ、待って、これ何よこれ。オンオフするより早く行け的な。ちょっと待ってね、これはこうかで、右、オッケー。おー、危ねえ。もうほんと鬼畜だなこれ。いや、上行った方がいいの？ちょっと上見てみていい？うわ、ダメだ、針やった今、見た、あれ多分罠ば、上は罠なんで、右行きます、オッケー。それじゃあここ下行って、しゃがんだらいける、オッケー。そして上、ちょっと待って、これマジ上でいいの？ブロックだよ、叩くね、オッケー。待って、違うんだって、違うんだって、どうすん、いきなり言ってよ。もう絶対ダメじゃんか、こんなの。でもね、あそこ越えたらもう中間ポイントが待ってると思うんですよね。そろそろあってもいいと思う。それじゃあここはね、右下におったらしゃがんでおこ、しゃがんで回避します。ほっ、これでいい、オッケー。そしてジャンプ、オッケー、来た、これで上に行けるでしょ。で、上、よし、これ中間ポイントでしょ絶対。なんでないの？うわ、これ絶対怪しくない？これ、こいつか、オッケー。いや、これでいいんじゃないの？ねえ、いいでしょ。うわ、なんか出てきたよね今上。待って、なんで中間ないの？ここ中間くれよ、なんかくれ。大砲が出てくるまで待っておいて、この上に隠しブロックはなし。さっきなんか上出てきたよね、ほら、これ右上なんか、うわ、はい、じゃねえんだよ。じゃあここの土管は入ってから、これどうするんだろうね、すぐこっち行けみたいな感じじゃないの？来た、で右に行く、オッケー。これはどうする、ドッスが戻ってくる。危ねえ。え、これはピー踏んでいいんですかね？ピー踏んであの隙間に入れみたいな、ちょっとそんな感じでいいんですかね？踏むよ、踏んで出すぎ。もう打ってくるのなし。もうこれさ、ピー踏んだら一旦左に逃げるね。ほっ、オッケー、うお、危ねえ、オッケー。で、右に渡る、どうしよう、これは上のアイテムは多分いらないと思う。いや、マジで中間あって、そろそろ、なんでないのよ。それじゃあここの P スイッチさ、踏んだらさ、右にハテナブロックあったじゃん、あれ取ろ、これ。なるほど、ここでフラワーね。いや、多分これでいけるんじゃない、確かガリガリに当たっての、P スイッチ踏んでアイテム手に入れて一回当たろ、アイテム手に入れて一回当たる場所が、あ、ハリーある、これに当たればいいのか、オッケー。これは一回当たってからの右、間に合い、オッケー、来た、これで次に進めるね。どうせ中間ポイントないんでしょここ。うわ、どうしよう、これ音符やばくね、これ一回音符を下から叩いて左に逃げます。なんか出てくる、クマ、クマ。かわいい、見てほら、わかる、何が言いたいかわかんないけど。じゃあここ右行って、右行ってこっちでいいのかな。うわー、待って、あぶねー、はっ、オッケー、来た、バカめー。いやー、今のは嬉しいよ、中間ポイントあんじゃん、待って、中間ポイント欲しい、これ欲しい、はい、いやいや、本当に嬉しいって、このコースの中間ポイント。あ、待って、これ右行けんくね、待って、これマジ右行けねえんだけど、これ走ってこうかな、で上、うわ、今度はどんな感じ、悩んでいい、これ
悩む時間くれ。あ、待って、ゴールあるじゃん。右上見える？ゴール。ほら、土管の隙間に見えるんですよ。あれ、多分ゴールばい、きっと。こっから、ゴールじゃねえの？なんで？え？なんでゴールじゃないの？これ。え？あ、いけた。え、なにあれ？ゴールと見せかけて何ですか、あれ。何なんだこれは。なあ、これどうやってやられればいいの。あ、バネを避けながらどんどん上に行く感じね。めんどくせえな。待って、ほんとめんどくさいこれ。もうバネやめてって。待って、もうまず集中するよ。1、2、1、2、1、2、1、2、何回1、2繰り返してんだ。もうオッケー、きた。で、またまたですか。また上まで行かないけんパターンですかね、これ。でもさっきより簡単かもしんない、これ。ほっ、よっしゃ、イエーイ。なんなんだ、やられてイエーイっていうやつ。じゃあこれ左行く？左行きますか。スタートからやり戻す、やり直しみたいな、それはないよね。うわ、待って、危ねえ。オッケー。で、これは右に行くしかない。めっちゃ地味。え、じゃあこれは一回叩いて、何もしない、何もしないで右に行こう。オッケー。そしてこれは P を押して上に行こっか。でもね、なんかブラパがあるんだよね。ブラパがあるから、いや大丈夫、多分あのブラパこっちに来ると見せかけて来ないパターン。ほら来た、当たったよ。待って、この人あれだね、上から落ちてくる系好きだね。多分そういう人だね。バンジージャンプ好きだよ。よし、それじゃあね、あの金魚を回避してここまで来たんですけど、この次はもうドアしかないもんね。ドア行く？うわ、なんか大丈夫？うわ、なんかやべえ。またかよ。これ早めに行こっか。じゃあ、あの金魚より早く行けるか。あ、え、右に行った。これ絶対罠でしょ。またお前かよ。いや、これはさっきより簡単なんじゃないか、多分。ほら、行けそう。全然行けない。待って、ほんとむずい、これ。おい、待って、あ、待って、やらさせて、もうお願いだから。やっと来た。え、これゴールじゃないよね。まあこれでゴールっていうことは都合良すぎなんですけど、やっぱりなんもないよね。それじゃあここは一旦金魚出るの待っておこっか。多分金魚出てくるでしょ。で、下に行ってドアに入ろう。あれ、オッケー、多分これでいける。なんで。初見殺し感やべえ、ここ。それじゃあここのドア入ったら右上にジャンプしようか。オッケー。そして左に逃げる。よっしゃ、来た来た。な、いや、いろいろと、いや、いろいろとやべえんだって。じゃあここは右上に行くでしょ。そしてすぐ左に行って、ずっとここで待ってよ。こう待っておいてからのここでジャンプ。なんで踏めねえの。これじゃあこっからジャンプしてツタン登る。ツタン登ってからの左行こっか。ジャンプして、はっ、オッケー。でここでね、うわ、ハテナ叩くしかないんだけど、ハテナ叩いて右に逃げるね、一回。それしかない、きっと。おし、ここにおる。え、ちょっと待って、ちょっと待ってね。え、じゃあどうすればよかったの。下に折ったまんまでよかった的な感じかな。下に追っておきますよ。大丈夫ですか。オッケー。いや、来たね、これ。で、この上は多分ね、ジャンプしたらね、ここに多分バーがあると思うんですよね。そして火が出てきてやられるみたいな、多分そんな感じだと思う。燃えるよ。意地でもクリアしたくなってきたね、このコース。意地と意地だね、これ。右、オッケー。ちょ、もう。それじゃあこのドア入ったらね、一旦太陽を避けてからのここに追っておこう。で、右下、多分これで合ってる。あぶねえ、あいつはあぶねえぞ。オッケー。またお前か。それじゃあここは金魚避けてちょっとゆっくり行こっか。なんか落ちてきそうだよね、ここ。大丈夫、なんもない。うわ、なんか来た、なんか来る。うわ、大丈夫。じゃあこれオンオフして左に行く。オンして左。うわ、なんもないね。
これはじゃあ下行っていいの？もう一回オンしていい？ほい。あ、なんもないね、やっぱり。じゃあこのまま下行くよ。で、このピンを押さんで、ジャンプ！いや、大丈夫！うわ、なんか降ってきた！あ、なんで！ボム兵出しておこっか。ボム兵出しておいて、避ける。あ、待って、やべえ、来る。あいつ来る。オッケー。で、ここでジャンプして避ける。来た！ザバー金魚！待って、降ってくるんじゃない？また降ってくるんじゃないんですか？どこら辺？ここら辺？大丈夫！いける！そして、なんだと！これは何なんだ！ノーって書いてる。ヒントなんじゃない？これ。うわ、わかんねえ、これ。あ、待って。なんかさっきと違う。さっきと違う。いや、合ってた。合ってたんじゃん。こっち。なんでもう、さっきと違うやんか。これあれじゃない？左行ったらダメってことは、もう右行くしかないよね。これゴールなんじゃない？ほら、やったいや、小学5年生勝ちましたどの口が言ってんだろうね。まあ降ってくる系のなんかやられ方が多かったんですけど、小学5年生が作ったとは思えないクオリティでしたね。大人でもこのクオリティ相当厳しいと思うんですよね。よっぽどマリオが好きなのか。いや、作るねセンスがすごくあってね、うん、やられました。コースの提供どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。